ハロッツ、ハロッツはロンドン中心部のナイツブリッジ地区に面するイギリス最大の老舗高級百貨店。ナイツブリッジの店舗はの敷地に100万平方フィート9万メートル以上の売り場面積を有し330の専門店が出店している。英国第2位の規模を持つオックスフォードストリートの百貨店セルフリッジズの売り場面積がであることを考慮すると ナイツブリッジの店舗がいかに巨大かが伺える。ハロッツのモットーは、オムニア・オムニバスユビーク、あらゆる商品を、あらゆる人々へ、あらゆる場所へ。クリスマス限定の店舗や、食料お品売り場はその商品の豊富さで知られ、世界的に有名である。最寄りのロンドン地下鉄駅は、ナイツブリッジ地下鉄駅である。創業以来、延べ5人のオーナーにより所有されてきたが、 現在のオーナーはカタール政府系の投資フンドカタールホールディングスで2010年5月8日にエジプト出身の富豪モハメド・アルファイドから推定15億イギリスポンドで買収したアルゼンチンのブエノスアイレスにも直営の支店を有していたが1922年に他の事業者に売却され現在はハロッツ本社からは独立したが経営しているこの ブエノスアイレスの店舗は2011年に一旦閉店したが2013年に新装オープンが計画されている。また百貨店とは別にハロッツバンク、ハロッツカジノ、ハロッツエービエーションなどのグループ企業が存在する。ハロッツの創業者は1824年25歳の時に起業した。社屋をテムズ川南岸のサザークに構え、店舗は バラハイストリート228に所在した。彼は1831年まで洋服店、記事賞としてこの企業を経営した。1825年には、ハロットウィキング、リネン・ドレイパース、リテールの企業名で記録が残っているが、この協力関係は同年末には解消した。食品雑貨店として初めて事業を立ち上げたのは1832年のことで、ハロット CEO、グロサース、ハロット日用品紹介の名で、クラーケンウェルのアッパーホワイトクロスストリート163に店を構えた。1834年、紅茶に特別な興味を示したハロットは、ロンドンのイーストエンド、ステップニーのケーブルストリート4で、食品雑貨の小売店を立ち上げた。これが、今日まで続くハロッツの原点である。1849年、 不衛生なインナーシティを回避して2年後の開催が予定されたロンドン万国博覧会で見込まれる需要を狙いハイドパークの近くで今日まで続く店舗の所在地であるブロンプトン地区の小さな店を買い取って営業を開始したはじめは二人のアシスタントと一人のメッセンジャーボーイを雇って始まったハロッズだったが後に経営が息子のチャールズ・リグビー・ハロッズに引き継がれ 医薬品、香水、筆記具、成果の販売を取り扱うようになり、ますます繁盛した。その後、隣接する建物を取得し、拡大を続けたファロッツは1880年には、従業員数が100人に達した。だが、順調に成長してきた店の運命は1883年12月、初めの火事によって、苦難の時を迎える。この苦難に際して、 チャールズ・ハロットは顧客にクリスマスの配達を実施して、同年は記録的な利益を上げた。即座に同じ場所に新しい店舗が建てられ、オスカー・ワイルド、リリー・ラントリー、エレン・テリー、チャールズ・チャップリン、ノエル・カワード、ガートルード・ローレンス、ローレンス・オリビエ、ビビアン・リー、ジークムント・フロイト、エーエミルン等の著名人、さらには、 英国王室の人々をを客とするまでに発展し、より名声を高めた。1898年11月16日の水曜日、ハロッツのブロンプトンストリートストアでイングランド発の動く階段エスカレーターが実用化された。この動く階段は現在の一般的なエスカレーターとは異なり、マホガニー材と比較性の連続したベルトのユニットからなる ベルトコンベヤ風の段のない階段部分と銀色の板ガラス製のすり部分で稼働していた。初めてエスカレーターを体験するという試練を受けて弱った客はエスカレーターを登った先で店員に気づけ代わりのブランデーを提供してもら、元気を取り戻していた。1985年、百貨店はファイド兄弟によって買収された。2010年5月、ハロッツは 売却に対して拒否する姿勢を示したが、カタールの政府系投資ファンドである、カタールホールディングスに売却された。その2週間前、アルファイドは、クウェート、サウジアラビア、カタールから、ハロッツを買収しようと人々が働きかけてきている。十分、理にかなったことだ。だが、私は彼らに2本の指を突き立ててみせる、日本でいう、裏ピース。それ、イコールハロッツは売り物ではない。 これは、マークススペンサーやセエンズベリーズなんて、ハロッツに比して、低価値のものではない。それ、イコールハロッツは人々を満足させる特別な場所だ。唯一のメッカなのだ。と述べた。同年5月8日未明に、カタール首相のハマドビン・ジャーシムがロンドンを訪問し、ハロッツの獲得は、カタールホールディングスの投資ポートフォリオに大きな価値を加えることになであろう旨を述べ、 売却契約を成立させて決着がついた。首相の補佐官は、この契約について、画期的な取引だと言及した。ファイド家のスポークスマンは、三好知り決断に至った中、ファイド家はハロッツが存続するように自らが、強化してきた、過去の遺産と伝統が確かであることを望む。と語ったハロッツは15億イギリスポンドで売却され、 売却金の半分は6億2500万イギリスポンドの銀行債務の返済に充てられる。アルファイドは後日のインタビューでハロッツの年金基金の受託者によりゼ任される配当について困難が生じつつあったためにハロッツを売却することを決意したのだと明かした。アルファイドは私は毎日ここにいてそれでいて自分の利益を得ることができない。なぜなら あの忌々しいバカな奴らの許可を得なければならないからだ。これが正当だと言えるのか論理的か他のものでも私のようにするか私は経営を続けながら自分の利益を得るために忌々しい受託者の許可を取る必要があるのだ。と述べたファイド家は少なくとも6ヶ月間はハロッツの名誉会長の地位に任命されることとなった。1980年代の後半に ハロッツは、毛皮商品の販売を中止した。最近になり、販売を再開しており、イギリスで毛皮の販売を行っている、唯一の百貨店となった。ナイツブリッジの店舗前では、頻繁に半毛皮のデモが行われており、店舗の入り口付近10メートルには、市民団体メンバーは4名以上入ってはならないとの、裁判所命令が出されている。入り口付近に引かれている。 黄色のラインはこの境界を表している。市民団体では、ハロッツの毛皮販売が中止されるまで運動を続けると声明している。ハロッツのオーナーであるモハメド・アルファイドとイギリス政府との対立は英国のメディアを賑わせてきた。イギリスの市民権獲得問題に加え、息子、ド・ディ・アルファイドと共にパリで死亡したダイアナヒの死に関して政府の関与を主張している。 ハロッツは次に示すように、イギリス王室のメンバーから、御用達の指定を受けていた。2010年8月、デイリーテレグラフ氏に寄せられた書簡の中で、アルファイドは一度は受けていた、ハロッツの王室御用達の指定を2000年に破棄していたことを明らかにした。ハロッツは1910年以来、王室御用達の指定を受けている。アルファイドは、この御用達について、カース、 呪いと記述しており、破棄後は業績が3倍に伸びたと主張した。エディンバラコートは1956年から取引関係が続いていたが、2000年1月をもって破棄され、同年12月には他の王室メンバーからの御用達もアルファイドによりハロッツ側から全て破棄され、アルファイドはエディンバラコートに対してハロッツの出入り禁止を宣告している。これには、 アルファイドの息子ドディとダイアナヒの事故が関係していると指摘された。2009年、アルファイドの出資により、ダイアナヒの死を題材としたドキュメンタリー映画、アンローファル・キリングが制作された。監督は、キース・アレンで同映画の最終シーンでは、上記の御用達発揮についても描写されている。日々、大助がハロッツをモデルに三越デパートを設立した経緯から、伊勢丹と合併し、 三越伊勢丹ホールディングスとなった2012年、現在も同グループ参加の株式会社、三越伊勢丹フードサース、旧株式会社2校が三越各店を中心に紅茶などの食品やハロッツナイツブリッジの文字が入ったタイスイフのバッグ等のハロッツオリジナルグッズを扱っている。また、アパレル企業のワールドが2005年より紳士服ブランドハロッツを展開している。 婦人服、ハロッツ、ハロッツホワイトレイブルはナイツブリッジインターナショナルが展開してる。なお、当該企業は2016年王のシリーズをもって当該ブランド終了を発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。